宇宙を旅して数々の冒険を繰り広げてきた電波組インク。様々な出会いと別れを繰り返し、2023年電波組インク
番組のメンバーたちは再び宇宙船に乗り宇宙を旅していた。長い旅路の途中で地球から遠く遠く離れたある銀河の片隅の惑星に立ち寄った電波組は、そこで衝撃的な光景を目にする。なんとその惑星には人間そっくりの知的生命体が暮らしており、しかもその文明は2000年代初頭の日本とそっくりだったのである。驚きと不思議な懐かしさに浸っていた電波組だったが、この文明は何かがおかしい。ここには2000年代初頭の日本のほとんど全てが再建されているが、なんと萌えとエモだけが失われていたのである。失われた萌えとエモを取り戻すため電波組が立ち上がるのであった。